どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日はですね、今日ね実装になったスキル、なんかこのなんか最強の自爆神っていうスキルがねバチクソ強いんですよ。書いてあることはパッと見禁止確定みたいなこと書いてあって、見てくれる？見てくれ、このスキル。我のフィールド上に自爆神ウェラコチャラスカが存在するときに使用できる。ドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに相手のライフポイントを1にする。このスキルの使用後、我のターン終了時になるっていうお前何言ってんだみたいな感じのスキルなんですけど、これすごいですか？相手のライフポイント1にするんですよ。まあドローもできないしエンドフェイズになるんで、そのターン何もできないんですけど、1にするんですよ相手のライフを。すごくない？このスキルなんか強そうってことで、今日は、この最強のスキル禁止か確定の、このスキルを使って相手のライフを、即座にゼロにしていく、そういうデッキを作ってきたんでご紹介していきたいと思います。どんなことをしていくか、ウィラコチャラスカっていうのはこいつで、自爆神ウィラコチャラスカ、これめちゃくちゃ簡単なんですよ出すの。ウィラコチャラスカってそもそも鳥獣族なことにプラスして、これ闇属性で、打点100しかないんですよ。攻撃力100しかないんですよ。だから特殊召喚すげえ簡単で、例えばキラートマト戦闘破壊されると攻撃力が1500以下の闇属性を特殊召喚できるから、これ出せるんですよ。であとこれ、ダークアーキタイプ、これも戦闘によってこいつが破壊されると、なんか受けたダメージの数値以下の攻撃力を持つ、モンスター1体をデッキから特殊召喚するってことで、これ出せるんですよ。すげえ簡単なんですよね出すのが。で、要はそのスキルを使うためには相手ターンに、要は出てないといけないと。ウィラコチャラスカがでフィールド魔法が張ってないといけないっていうことで、それをサポートするためにやっぱ一番強いフィールド魔法って何かなっていうと、これなんですよね。王家の眠る谷ネクロバレー、これが環境メタなんで、これを張ると、これとか使って終焉の地で張って、でどうやってじゃあ相手ターンに ライフを削るかっていう話なんですけど、岩投げアタックっていうね、このカードを、使ってもう即座に相手のライフを削ります。これどういう風に使うかっていうと、セットしとくんですよ。これ岩投げアタックを初手で。そうするとこれ岩石族墓地送るとデッキから500ライフバーンダメージ与えるってことで、初手セットしとくと、そのターンの要はスキル使ったターンのエンドフェーズにこれ打つとライフポイント1になってるんで、相手500ライフダメージ与えられたら死ぬんですよ無慈悲、非常に無慈悲。こういうワンキルです。簡単でしょ。デッキもギミックもクソもねえから、これ誰が作ってもこうなる、多分このスキル多分ね。ということで早速ね、クソゲーを相手にお見回しいきます。デュエルスタンバイ。さあ史上最強のスキルをね使ってやっていきましょう。史上最強です。古代は無理。一応やるか。古代はマジ無理。古代は基本的にリアクターが無理、生理的に無理、セットもう生理的に無理なんだって。古代とかアンティークとか無理なんだよな。一応やりますか。岩投げアタックで一応裏側にして、いやでも普通に攻撃表示になってこっちから攻撃する分には多分いけるんで、多分一旦耐えればワンチャンあるね。多分殴られてリアクターにでネクロバレーが破壊されたらおつや裏破壊してくれるんだったらまだいける。そっちか。 OK、 いいよ、全然いいよ、それは全然いい。トラップカードだからな。意味わかんないカード見えたな。意味わかんないカード見えた。でギアタウン、これはアドバンス召喚のパターンでしょうか。アドバンス召喚パターン表側にしていく。ボックス融合系の古代ですねこれ多分ね。ボックス入ってるってことはアドバンス召喚ぐらいはあるんじゃねえかな。リアクターか巨人かどっちかはどっち巨人か。いや巨人はモンスター効果止めないんで、魔法トラップを使えないのは別にいいんですよ。それは全く問題なくて、これ多分融合系のデッキだから多分全然 OK いいよ。マジっすかいいんすか。ありがとうございます。ほんまにありがとう、ほんまにありがとうだよ。これは自爆神ウィラコチャラスカが特殊召喚されたぜ。そして俺はドローフェーズをスキップする代わりにスキル発動、最強の自爆神、てめえのライフは1になるぜ。あ、今使えばよかった。やべ、ミスった。今使えばよかった。まあいいや、ちょっと、ドローフェイス、言わなきゃアタックトゥ無慈悲。さあ、お相手の方、エスパーロバ選手。エスパーロバ選手、ちょっとあれだね、珍しいね。ちょっと若干珍しいね。まあちょっとこれ言わなきゃアタック引けないんだけど、なんかさ、他にさ、トラップカードでさ、相手ターンにダメージ与えるやつない？他のなんかトラップカード、まあ速攻魔法でもいいんだけど、速攻魔法がトラップカードで、相手ターンにダメージ与えるなんかカードがあったら教えて。与えられるカードがあったら、1枚でね、1枚で。今ザーって見た感じ、言わなきゃアタックぐらいしかなかったんだよね。ちょっとなんかあったらなんかコメントかなんかで教えてくれ。頼む。ちょっと今探してんだ。トラップカードで相手の、白兵戦はダメ。戦闘ダメージ受けないといけないから。相手のドローフェイスに打てるやつ。それは全然いいよ。全く問題ない。どれ？セカード。なんで、そっちね。オッケー。全然問題はない。なんかこういうコズミックサイクロンのために、この終焉の地ってやつ入れてるから。コズミックサイクロンなんかドヤ顔で打ってくるんじゃん、みんな。でも、的だよね、的。もう相手のコズミックサイクロン打たせたい気持ちを、バカな、急シンクロ、あれだけやめて。マジおもんないから。ドラッゴンバーミリオンとかいうカードマジでおもんないからやめて。あのモンスターガチでおもんないからマジでやめよう。そういうことやめよう。誰が出てくるのこれ。すげえやつきた。すげえやつきた。これ貫通して、ダメージ分回復だっけ。まあ、いやキラートマトの効果。キラートマトの効果で、ウィラコチャさん出しましょう。究極の破壊をもたらせ。最強の自爆神。自爆神、ウィラコチャラスカ。ちなみに最弱と言われています。自爆神の中で。自爆神の中で最弱と言われております。このモンスターは。かわいそうっす。2500回復して、回復したとこすま。ほんまに回復したとこすま。すまん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 。すまん。これ相手マジびっくりするだろうね、相手ね。残りライフ1なんだけどって急に1になってさ、まあこれ宇宙の法則でバスターモード系のやつなんだっけ、サイキックエフェクターあれ引いてきたところでネクロバレあるんで特殊化できないんで問題なくて、オッケードローしてイワナアタック来るで、俺はダイレクトアタックはしない。俺はね、岩を投げて勝つから。俺岩投げて勝つから。見せてドローフェイズ。ドローフェイズどうしよう。岩投げアタック。岩ぶん投げて相手の顔面にで500番。ガチで最高だよこの敵。さあお相手の方、社長さんですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。シンプル社長久しぶりに見ましたね。ダークサイドオブディメンションズワールド社長しか最近見ないんでなかなか見ませんからね。でターン終了。岩投げアタック全然引けないんだけど、なんかさ、なんかいい感じのトラップ欲しいな。相手ターンにバーン与えられるやつ意外とないんだよね。相手ターンのそのドローフェースに打てるなんかそのバーンダメージを単純に与えるっていうカード。通常魔法が多くてさ、バーンってアマゾネスの原色剣。これはじゃあ殴ってくれそうだね。オッケーオッケー。キラートマトさんの効果はそう。最強の自爆シーン、究極にして最強の自爆神、ミラコチャラスカ様が降臨するぜ。パタ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 テイ。はい、で私はドローフェーズをスキップし、ドローフェーズをスキップし、最強の自爆神の効果、貴様のライフポイントを残りライフポイント1にするぜ。最強だ。禁止かだ。禁止か確定。完全に禁止。これはもうあとはデッキトップが、岩投げアタックであることを祈るのみ。雷鳴、雷鳴。今俺が欲しいわそのカード。なんで雷鳴が飛んでくんだ。どういうことだ。もう最近さ、いや思ったことあるんだけど、最近もうほんとなんかレジェンド対意味わかんないデッキ多すぎん。プラチナのさ、岩投げアタック来いや。プラチナがさランク戦広角なくなったからさ、もう意味わかんないデッキめっちゃ多いんだよね。とりあえずこれ通ったら勝ちなんで、通ったら私の勝ちなんでお願いします。お願いします。お願い、ほんまに。何このスリーチェーン、うるせえな、これなんだこれ。通れ通ったー、通っていく。さあ、お相手の方、カニ頭さんですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ズワイガニさんですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ハンダそこそこ強そう。ハンダ、もう岩投げアタック来ないんだよな。なんか岩投げアタックがもう無限に来ない。岩投げアタックが引きたい、俺は。ターン終了。ネクロバレーがなんか意外とやっぱその環境メタなんで、なんか割とこのフィールドの方を貼っとくとなんか何もできんっていう敵多いじゃないですか今。意外とだから結構強いですよね。なんかウの連続何貴様、なんかなかなかソリティアできた。これはなんだ、何フォーチューンでウィンディー最強カードきた。やばい、くそ、俺の終焉の地が、私は終焉の地が財宝への隠し通路。あ、上昇、これやばくない、これやばくない、これやばくない、これちょっと、そういうことしちゃう、そういうことしちゃうっすね。あ、そういう感じ。